はい、どうも皆さん、こんにちは、えゼっこです。それでは今回なんですけども、4月キャッシュレスお得キャンペーンまとめということで、今回は4月のお得キャンペーンまとめですね。この動画では今月開催されるキャンペーンをまとめまして、先月と比較するとかなりボリュームダウンしてるとこではあるんですが、まあ、使い方によってはお得に使えると思うので、ぜひ参考にしていただければなと思います。それでは、行ってみましょう ということでね、こちら2021年4月お得キャンペーンまとめということで、このカレンダーを埋めながらお伝えしていきます。で一部のキャンペーンについては覗いてますので、ご了承ください。それでは早速みんな大好き、PayPay ペイペイからですね。まず一つ目、こちらですね、セブンイレブンアプリから PayPay ペイペイで支払うと、抽選で PayPay ペイペイジャンボ、一等歳で1000%戻ってくるキャンペーンということで、こちらのキャンペーンは確実にもらえる還元のキャンペーンではないんですけども、 抽選で3等であれば1%、2等であれば100%、1等であれば1000%還元がされるというキャンペーンとなっております。で、このキャンペーン自体の条件としたら、セブンイレブンのアプリの中にあるペイペイで決済をすること、これが条件となります。で、支払い元はペイペイ残高であったりとか、ヤフーカード、ペイペイ後払いが対象ということになります。で、期間なんですけども、すでに開催されておりまして、4月の27までのキャンペーンとなっております。 続きましてこちらですね。ペイペイ今月4月もですね、クーポンが出てきました。4月おすすめクーポンということで、こちらですね。合計で6つのクーポンが出ております。まあよく見かけるお店であれば牛角とか31のアイスクリーム、上新、タリーズ、ドットールコーヒー、あとディスカウントストアのミスターマックスですね。まあこういったお店が僕は結構見かけるかなと思いまして、まあ還元率自体はそんなに高くはないんですけども、普段からこういったお店を使われている方はですね、 利用してみる価値は結構あるのかなと思います。で、その際に気をつけてほしいのは対象の金額とか、いくらいくら以上が対象とかですね。まあ僕はね、過去にやらかしたことがあるんですけども、まあそこら辺を気をつけた上で使ってみてください。で、対象の決済方法として、PayPay 残高でも決済ができるんですけども、クレジットカード払いでも使えるので、 結構お得に使えるかなと思います。続きまして、こちら、楽天ペイですね。楽天ペイではまずこちら、生活応援キャンペーンと言い,いまして、対象のドラッグストアで条件を満たすことによって、抽選で1等で全額ポイント還元というキャンペーンが開催されております。まあ、ちょっとね、なんか聞いたことあるようなキャンペーンに近いんですけども、まあ、このキャンペーン自体は、対象のドラッグストアで、楽天ペイのポイントカードを提示して、その後に、楽天ペイアプリで、期間中合計税込み2000以上の決済をする こすることで、きますで対象の店舗がですね、ご覧のお店となっております。まあ僕が知ってるお店であれば、ツルハドラックとか、あと、コクカラファインとか、まあそういったところが対象ですよということですね。で、キャンペーンの期間自体は、4月の30日までとなっておりますので、もし参加される方はですね、エントリーした上で参加してみてください。ちなみにこのキャンペーンエントリーするだけでも、ポイントが1ポイントもらえます。 続きまして、こちら。楽天ペイとスイカのキャンペーンですね。楽天ペイのスイカ春のワクワクチャージラリー最大400ポイントプレゼントというキャンペーンとなっております。楽天ペイのスイカを利用できる方全員が対象ということなんですけども、このキャンペーン自体はですね、アンドロイドの端末を持っている方が対象となります。で、条件としたら、各期間中に100円以上楽天ペイスイカにこうチャージをすることで、合計で400ポイントまでがもらえるというようなキャンペーンとなっております。で、対象の期間というのは が4パターンありまして一つ目は1日4月1日から4月7日で2つ目は4月の8日から4月の14日で3つ目は4月の15日から4月の21日で4つ目は4月の22日から4月の27日っていうふうに分かれておりますので、まあ、とりあえずねご自身が使っているスケジュール帳とかカレンダーとかにこの日程だけ抑えていただければ、まあ、この日に100円チャージするっていうのをすればですねポイントがもらえますんでぜひ参加してみてもいいのかなというふうに思いますで続きまして au Pay ですね au Pay はこちらのキャンペーンが開催 最中でございます先日動画にもさせていただきましたけども au ペイ生活応援企画が復活ということでローソンで au ペイで決済したら最大3%が戻ってくるキャンペーンとなっておりますで、こちらのキャンペーンですね対象のお店としてローソン以外にもローソン 3F とかローソンポプラあとはナチュラルローソンであったりとかローソンツォアー100これらのお店が対象ということになりますで、還元上限が 1auID あたり1000ポイントまでとなっておりますんでまあだいたい33,400万 3, 400円ぐらい使ったら上限に到達するか なといいう,うに思いますで、このキャンペーン自体はですね、一応スタートはしてるんですけども、終了日は未定となっておりますんで、4月いっぱいはおそらく使えるかなというふうに思います。続きましてメルペイですね。メルペイではこちらのキャンペーン開催中でございます。春のメルペイ応援還元、初めての定額払いで50%還元キャンペーンということで、まあ、このキャンペーンはですね、今出てる通りメルペイのスマート払い、いわゆるその定額払いっていうのを使って、決済することで50%分が戻ってくるキャンペーンとなっております。上限5000ポイントまで、 となっておりまして20歳以上の方が限定で使えるというキャンペーンとなっておりますでその中にですねふるさと納税のふるさとチョイスも今回対象となってますんでまあ早い段階にはなるんですけどもこの方法を使ってのふるさと納税をするってのもありかなという風に思いますでこのキャンペーン自体は4月の15日までとなっておりますで続きましてメルペイではこちらも開催されておりますメルペイでスターバックスカードにチャージをすると200ポイントもらえるキャンペーンということでこのキャンペーンはですね対象の方はアップルペイが使える方 のみということになってるんですけども1000円以上あのオンラインでスターバックスカードにメルペイを使ってチャージをするとそうすることによって200ポイントがもらえますなので実質20%還元に近いですねなので普段からねスターバックス使われる方はこういった方法でチャージしてみてもいいかなという風に思います以上ですねこのキャンペーンは4月の3 0日までとなっております続きまして LINE PAY ですね LINE PAY ではこちらのキャンペーンが絶賛開催中でございます新生活応援 LINE PAY 春の50%還元祭りということでまあ、先日、ね、こちら ここちらもも動画にさせていたたただきましたけども上限を満たすことで50、50%分のペペイ残高がもらえるキャンペーンーとなっておりますでこのキャンペーンはですね、VISA LINE ペイプリペイドカードというのがあるんですけども、それで100円以上オンラインで決済する、プラス Google ペイ、これは実店舗で使う場合ですね。このどちらともの条件を満たすことによって、上限1000円相当までもらうことができるというキャンペーンとなっております。なので、50%還元なので、2つ合わせて2000円以上使えば大丈夫です。4月の23日まで開催中 で、ございますでそれと合わせて、こちらの Apple Pay も同時に開催中でございます。条件は同じですね。どちらもオンラインで100円以上、そして、実店舗 Apple Pay を使って、実店舗で100円以上決済することで、LINEPay 残高がもらえるということで、上限が1000円相当までなので、2000円分使えば、上限に到達するということになります。で、こちらのキャンペーンも4月の23日までということでして、でですね、この Apple Pay を使っている方はですね、こちらのオンライン利用をされる方は、次のキャンペーンと合わせて使うのも いいかなというふうに思いまして、それがこちらなんですけども、Apple Pay とモバイルパスモのキャンペーンですね。Apple Pay の Pasmo、春得1000円分キャッシュバックキャンペーンということで、このキャンペーンはですね、まだモバイルパスモを使われてない方、初めての方限定というキャンペーンとなりまして、まあ上にも出てる通り、条件として Apple Pay の Pasmo にチャージをして、合計5000円以上の定期券を購入するか、 交通電子マネを利用ということですので、まあ、先日ね、ちょっと僕がこれに関する動画をアップした時に、チャージまでしかお伝えをできてなかったんですけども、チャージした後に5000以上使うっていうところまでがちょっとお伝えしきれなくて申し訳なかったんですが、とりあえず、チャージしたら、まあ、定期券を購入するか、普通にモバイルパスモとして、まあ、コンビニとか電子マネが使えるとこであれば、どこでも使ってもいいですよということですので、ぜひですね、そこは間違えないようにお願いします。ま、あ僕が言えたことではないんですけども、で、このキャンペーン自体は4月の23日まで開 開催中でございますで続きましてこちら J コインペイのキャンペーンですねでこちらのキャンペーンなんですけどもいつものお店でお買い物キャンペーンということで10%還元対象のお店で J コインペイを使ったら10%還元キャンペーンとなっておりましてでそれに加えてですね抽選にはなるんですけども620名様に5000円相当が当たるとこれは出金はできないんですけども限定コインとしてもらえますなので普通に J コインペイとしておそらく使えると思うんですけども対象のお店で1000円以上まあ 決済ししたた場合一口として抽選されるみたいなので、この10%還元とと合わせてててね参加してみてもいいいいかなという,ふうに思いますで上限は1万円までなので、J コインペを10万円利用することで上限に到達するということになります。意外とね、ま、このキャンペーンもそうなんですけども、J コインペイのアプリの中でマップがあるんですけども、思ったより今いろんなところでちょっと使えるようになってるんで、結構このキャンペーン参加できるかなと思います。で、しかもやっぱ J コインペイのいいところはね、この10%還元分が出勤できるっていうのが 結構でかいんですよ。まあ、けどネックなのが、対応してる銀行がちょっと少ないっていうのがね、やっぱあるので、ぜひ対応してる方はね、まあ、無理に使う必要はないんですけども、使ってみてもいいのかなというふうに思います。で、一応このキャンペーン自体はね、5月の16日まで開催中でございますので、まあ、今月使ってもいいですし、来月使っても全然ありかなというふうに思います。で、もう一つこちら JCB カードのキャンペーンなんですけども、こちらですね、コンビニで Apple Pay、Google Pay を使う今なら、なんとご利用金額の最大20%が戻ってくるキャンペーンとなっております。 で、対象のお店で、アップルペイ、g l e p ペイって書いてるんですけども、まあ、クイックペイで決済することで、還元されるということですね。で、上限が1000円までなので、5000円を使うことで、上限に到達するということになります。で、ちなみに対象のお店が、セイコーマートであったり、セブンイレブン、デイリーヤマキ、ニューデイズ、ファミリーマート、ポプラ、ミニストップ、ローソンということですので、まあ、おそらくね、全国的にあるようなコンビニが多いかなと思いますんで、対象の JCB カードを持ってる方はですね、参加してみてもいいかなというふうに思います。で、このキャンペー自体は5月の31日まで まで開催中でございますんでもし今月特にねコンビニのキャンペーンがなければこのキャンペーンを使ってみてもいいかなというふうに思いますでもしですねまあ、セブンイレブンに行った際にちょっと買う商品迷ってるなということがあるかなと思うんですけどもその時にまあ僕的におすすめなもお菓子があるんですけどもバナナ。一応最後に日程だけざっとまとめたのがこんな感じとなっております 結構ですね、まあ見ての通り、4月いっぱいで終わったりとか、4月の途中とかで終わるキャンペーンとかもちらほらあったりするので、まあここのね、ちょっと似ては間違えないようにしたいところではありますね。 まあ僕的には今回のこのキャンペーンをどんな風にちょっと使うかって正直迷ってるところではあるんですよね。まあ先月ねかなりま必要なものを買ったりしてはいるので、まあ無理に参加する必要はないかなという風に思っております。まあもちろんねキャンペーンが少ないのはかなり寂しいとこではあるんですけども、まあ4月はねちょっと抑え気味にお買い物していこうかなという風に思っております。まあそんなこんなで今回は4月お得キャンペーンまとめということで簡単ではありましたけどもまとめさせていただきました。本当ねあの冒頭にもお伝えしたように 先月と比較したらかなりボリュームダウンしてるとこではあるんですけどもまあねこの少ない中でも限られたこのキャンペーンをうまく活用するかっていうのがねかなり面白いとこになってくるのかなという風に思っておりますでこの動画の中でお伝えしきれなかったキャンペーンとかもあるかなと思いますんでそれに関してはぜひねコメントで教えていただければと思いますでふと思ったんですけどもあのまだ今月に関しては D ポイントと D バレのキャンペーンがまだ出てきてないのでちょっとだけあの期待をして待ってみたいなという風うに思っております で一応ですね、今回のこのお伝えしたキャンペーンの中にはエントリーが必須であったりとか、まだ動画内でお伝えできなかった詳細情報も中にあったりするので、そこら辺もぜひチェックした上で参加してみてください。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。